はい。和田秀樹チャンネル和田秀樹です。えー、あの、実は最近朝のワイドショーを見てて、すごく驚いたことが一つありまして、なんと、ルーブルの値段がですね、一時期暴落して半分ぐらいに下がってたのが、ほぼほぼ、あの、戦争前とに戻ってるんですね。ということは、まあ、ロシアに対する経済制裁が全然効いてない。 ルルーブの価値がが全然下がってないといとうことです。でね、一方で1ドルが115円前後だったのがもう125円ぐらいまでなっている。ということで逆に今のウクライナとロシアの戦争でドルの価値や円の価値が上がるはずだったのにドルの価値もあんまり上がってないし円の価値はむしろ下がっているということなんですね。 でロシアが経済制裁をしてロシアが干上がってるって情報をまあ基本的にはアメリカサイドが流しているわけですけれども実際はまあこのチャンネルでも何回か言ってるようにロシアっていうのは原油も取れる天然ガスも取れる小麦粉も大量に輸出しているそば粉も大量に輸出しているというような国ですから資源大国な上に食料大国なわけで いわゆる経済制裁を多少受けたところで国民が飢え死にしたりねあるいは車で動けなくなったりつまりガソリンが高くなって車で動けなくなったりあるいはそのあそこの国寒いですからいわゆる油が足りなくてこごえ死んだりっていうことのない国なんですね。で食料も足りてるということでいわゆる経済制裁されても我慢するものっていうのは新しい iPhone が買えないとかですね それとか新しいパソコンが買えないとか新しい車が買えないっていうレベルの話なんであって決して日常生活それほど大きな影響がないあのまあちょっと日本製のトイレットペーパーが買えなくなると結構ロシア製だとお尻が痛くなるという説もありますがそういう程度の我慢なんですね。ところが日本の場合はガソリンの値段がかなり上がってますし小麦も上がっている。 それからで今のガソリンの値段もどうもあのそういう今の円安が反映されてるわけでもなくロシアのとの,その,あの戦争が始まったからの値上げも反映されてないですからもっと上がるだろうというふうに言われているわけであの実はあのこのウクライナとロシアの戦争で、えー、ロシアが経済的に嫌がるだろうと。 それでというふうに考えてたんだけども我々の方ががももっと日上がるかもしれないつまりものの値段が上がるところがですねものの値段が上がってなんと驚いたことにこれもあの株価も、えー、日経平均2万2,000円まで下がってたのがもう今2万8,000円から2万9,000円まで戻ってるんですよだから金持ちは全然応えてないのね。 で答えてるのはやっぱり一般庶民なわけですよだからあのそういうふうに考えた時に実は我々も気持ちとしてウクライナを応援してあげたいしロシアを成敗してあげたいしなければいけないプーチンに音を上げさせないといけないと思うわけだけどそれをするってことは実はロシアよりも貧乏になるのは我々かもしれないんですね。 でそれをあえてみんな言わないようにしてるけど実,実際的に生活でやっぱりぼちぼちいろんな我慢が始まってるわけでものの値段はじわりじわりと上がってくるあるいは下手するとやっぱり原油不足とかのために停電の時間がぼちぼち起こるみたいなことがあってやっぱり我々からすると停電って慣れてないですからあの我々からするとっていうか僕らの世代は実は慣れてるんですけど。 若い人たちに慣れてないだろうしねそういうスマホを充電できなくなっちゃったとかですね結構焦ると思いますよ。で夏場にエアコンかけられないっていうことになったらもうちょっとあの熱射病みたいになっちゃう人が大量に出てくるかもしれない。そういう意味では実はこの戦争で我慢しなくちゃいけないのは我々かもしれないんですね。でしかも立ちが悪いことに あの戦争反対してるのは一般庶民なんだけどまあ金持ちの人たちがじゃあ我々が我慢しようってするかっていうと僕はしないと思います。つまりこの戦争のせいでいろんな物価が上がりましたと電気代上がりましたとガス代も上がりましたと小麦代も上がりましたうどんも高くなりましたそばも高くなりました売ったからといって多分金持ちは 我々の給料を上げてくれませんつまりちょっとでも自分たちの利益を減らしてでもやっぱりウクライナの人を助けロシアを懲らしめるために我々経営者の方が我慢してあなた方の給料を上げるよとそういう形で我々もそのウクライナを応援してロシアを成敗するために協力しますっていう多分社長は日本には出てこないです。 みんなきれいごと言ってるけどケチで自分のことさえ良ければいいのが日本の経営者です。それが今の30年不況の原因で30年間給料が上がってないのにむしろ下がってんのに景気がが良くななるわけがないわけけいですねだからそういうふうに考えた時に金持ちつまりまあ権威主義国というかまあ実はロシアっていうのは共産主義国でにはまだなってないですから権威主義国なんですけど。 まあ中国は共産主義国なんですけどもいずれにしてもみんな共産主義とか権威主義の国はけしからんとかって言うけども資本主義っていうのが経営者がケチだから我々がウクライナやを応援しロシアを成敗するためには自分たちは苦しい生活をして金持ちはウハウハの生活をして。 場合によっては貧しくなった女の子たちをう売りの金で遊びに来いとかってやりかねないのが日本の金持ちですからね。だから、そういう意味では、海外なんかはそれで、そんな金持ちがあの横暴にしてたら、それに対して民主主義の力でですね、彼らの税金をもっと上げろとかですね、ちゃんと賃金を上げるように法律を変えろとかってやるわけですが、 日本の場合は今度参議院選挙がありますが間違いなしに自民党が勝ちますからずっと変わらないと。だから僕の読みではこのロシア制裁つまりヨーロッパの人たちって地続きですからあまあそこが簡単にロシアがウクライナ取っちゃうと結構まずいわけですよ。日本って本当のこと言えばあんま関係ないんだよね。にもかかわらず 一番この制裁で苦しい生活で苦しい思いをするのは多分日本人でその覚悟があるってぜひウクライナを応援しロシア化しからんと言い続けていただきたいとだからそのためにはちゃんとそういう自分たちが苦しい思いをして金持ちがいい思いをするんだよということはぜひ知っておいてほしいと思いますえー、厳しい話ですがやっぱり実は制裁 かつては経済制裁っていうのはまず自分たちに返り値がなかったんだけど、今回は残念ながら返り値のある経済制裁なんだということを知っておいてほしいと思います、えー。和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。